ステップ4光ファイバー。ステップ4オプティカルファイバーこれが基本のファイバーの形なんですけれども、一番外のやつはジャケットといいますね。このジャケットがまあ環境の問題とかから守るんですけれども、ファイバーの強さとかには結構重要なんですが、工学としては効果がないんですね。そうすると、外から 中に行くと、次のレイヤーが、それがバッファーと言いますね。このバッファーが、いくつか何本のファイバーをそれが合わせて、一つの大きなケーブルになるためなんですね。そうすると、まあ、これが、これも工学の効果はないんですが、真ん中には、ファイバーの中心としては、クラディングとコアがありますね。 で、このコアが,がと、ちゃんとした光が,がと通るところなんですが、クラディングが、全反射を作るためにはと、材料ですね。そうすると、とクラディングとコアが、がとオプティクリー重要な,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 なことですね。これが、光学としては重要な部分です。そうすると、その真ん中の二つの層で、とコアと,とクラディングが、が基本的に、 まあ、いくつかの種類があるんですけれども、メインと,としては2つの種類があって、モルティモードファイバーとシングルモードファイバー。で、それが、基本的にコアの,の,の直径、ねねねね、と,としてはそ、それが、えー、っと、まあ、動きが変わるんでしょう。それが、 光はどうやってファイバーには入れるとか、で、ファイバーに入ってからどういうふうに動くとか、でそのパターンが,がっと異なりますから、と、待機とか信号の品質とかには使いやすそうかと,とか、作りやすそう、やすさとかには変わりますから。じゃあ、とりあえず、えっと、上の方の、えっと、モーティモードファイバーをちょっと見てみましょう。 モーティモードファイバーの場合には、コアの方が,が,が、えっと、太いんですけれども、直径が大きいんで、そうすると、複数のモードが入るんですね。まあ、この図で見えるんですけれども、光が緩んだ角度から入ってきて、ファイバーの中には反射するパターンも異なりますよね。そうすると、 コアの内部の波の形が変わりますが、そうすると、まあ、いろんな変更になりますね。ですが、えっ、ー、と、今のところには、えー、重要なことと,と,としては、それが、外からファイバーの中には,光は、光は入り込む,込むかどうかなんですが、それが、十光角ですね。 そうすると,と、なるべく広いところには光が入るようにすると、それが入ってくる確率は高いし、それが効率は上がりますよね。ちょっと、スネアルの法則としてそれがちょっと見て、この角度は計算してみましょう。まあ、これが、え、っと 円錐としての形になるんですけれども、ファイバーは丸いので、これが角度としてはこのシータマックスがそれが10交角ですね。中にはこれがシータシー、それがクリティカルアングルだと言いますね。これが中の90引く。 シー下 C、ね、は重要なんですが、まあ、いつもの,の使っている数式と,としては、sin 下 C=NC÷NF ですね。で、それが、F がそれ、それがコアと,と,と、えっと、ファイバーのコアと、NC は、クラッディングですね、外の部分。そうすると、NI sin 下 Max=NF sin 90- シ C なんですけれども、まあ、そうすると、これが NF cos シ C イコールと NF1s のータシ C のルート2分の1ですね。ルートですね。そうすると、これが、えっと、直接、その、えっと、屈折率によってそれが,が、直接かけるようになりますよね。 そうすると、とまあえっと、この形に続いて、これがファイバーの Numerical Aperture になります。そうすると、それが、まあえっと、普通の光学のレンズとかに使う数字なんですけれども、それが,が基本的に角度が,が入ってくるアングル次第です、ね。 もちろん、これが,が、えっと、NA の,の方が大きいなら、それが,が、アングルが大きいんで、そっちの方が、がと、光は外からファイバーに,に,にはと入れることが,が、それが増えるので、それそっちの方が、がとファイバーの,のと効率は上がります。が、他の問題もあるんですね。まあ。 確証としては、まずは、その、コアの方が、直径が太いんですけれども、例えばこれが、まあ、定義によりますけれども、基本的に、その、コアの直径は、と、10マイクロン以上になる場合には、普通の光学の計算としては、計算できます。 中にはそれが、まあ、ライトはいろんな過去で動きながらなんですけれども、そうすると、そのパターンが先に説明した通りで、それがモードと言いますね。で、そのモードが分散になってしまう可能性もあります。と早く進むケースもありますし、遅く進む場合もありますか,から、入るときの光が、まあ、それが瞬間的な光に見えるかもしれないんですけれども、 出てくるところには、えっと、ちょっと、あの、その、光が、が、ちょっと、あの、長いポスになってる、になってる可能性はあります。これが、まあ、テンの信号には影響すると影響しない場合もあるんですけれども、僕らは、と、これが、が、漁師の場合には、それがあんまりいい影響じゃないんですね。あとは、これが、っと、短距離には、と、合うんですけれども、それが、オフィスとか、と、キャンパス内とかに使うんですけれども、 あのこれが作りやすいので、値段は安いんですね。ですかえっと我々のの使いたいファイバーががシングルモードファイバーですね。そうすると、このコアの直径は細いから、それと短いのので、光が一つのパターンしか通れないんですね。波は、まあ、かっ 縮んでるんで、前に進むしかないんで、横に,にずらすことはないので、基本的に入るときと出るときは全く一緒ですね。そうすると、これが、そのコアの直径が基本的には光の波長と同じぐらいなんですけれども、例えばそれがまあ、 光が、この場合には1.5マイクロンとかに使うんですけれども、これが10マイクロンとかなんですね。そうすると、まあ、髪の毛より細い。で、これが、先の言ってた通りで、それが分散はあまりならないんで、あとはこれが、うまく使うと、と、普通の,のとデータに,にすると、と、転送レートは早いんですね。 そうすると、これが,がと長い距離で、長距離の通信に役に立つんですけれども、あのいいんですが、これが、えっと、それでも、えっと、なくしてしまう光は,は結構ありますから、例えば、各50メートルにはアンプラファイアをつけなければならないんですね。そうすると、これが,が、作ることはもう大変なので、これの値段,値段は高い。 これが例としては、歴史としてはんですけれども、最初の,のと長い海を通るとファイバーなんですけれども、これが大西洋のののを通って、それが北米かかるヨ,ヨーロッパなんですがっと、ほぼヨーロッパあたりに,にはと Y 型の,のコネクタがあって、一つのブランチは、は一つの枝は、は イギリスに行って、一つはフランスに行きます。で、えっと、アメリカの側にすると、それがニュージャージー州にありました。で、これが世界の8本目の、えっと、体制を通るケーブルなんですけれども、一番最初ののは光ファイバーなんですね。これが1988年にできたものですけれども、それの値段は、 335 million dollars だから、まあ、今で考えると、まあ、350億円とかぐらいの単位な,なんですけれども。それが14年間ぐらいを使って、と2002年ぐらいに,に,にはそれがと終了しましたね、それのうで、これの回路としては、200Mbit per second に,にはできてたんですけれども、それが、 電話化としては使うことになってたので、だいたい4万コン versation、4万電話のコネクションには並列にできてた。そうすると、これが、まあ、えっと、使ってたんですけれども、それがだいたい18ヶ月ぐらいにはそれが満タンになった。そうすると、まあ、もちろんそれが、他、えっと、のファイバーも,もうあと必要だと分かって、それを作りました。 これが、えっと、光ファイバーの,の基礎と、とえっとちょ、ちょっとだけの歴史なんですけれども、えっと、次のマジュアルとしては、もうちょっとその工学については話しすると思います。